おはようございます。お疲れ様。水曜日。さあ今日はね、ちょっと冷凍食品に頼りまくっちゃったでも、のりっこチキンなんて俺作れないもんだって。チキンに海苔はつけてダメだもん。いいでしょう。でもまあまあ今日ね、なんかクラゲを入れたんですけど、なんか違うななんか食べないと思うなこれな。まあでも、お弁当ですから、ええ、いいじゃないですか。そしてまあこれじゃちょっと申し訳ないなってんでね、この豚丼にしました。いいでしょこれで、ほら絶対見たらなんか迫力あるじゃん。おそらくこっちの方は食べられないだろうな全部。まあいいか。さあそしてですね、ラストお弁当ラストの日が決まりました。来週の、水曜日なので、今日はで木金月火水なもんで、これを除いてあと5回ということになります。皆さん、いや長らくお付き合いいただきね、ありがとうございました。これで あと5回でお弁当動画、まあ朝のねお弁当動画はこれにて終了ということになります。はい。その後はね、なんだろう、くにくんのお弁当とか、あとは家族でどっか行った時のお弁当とか、ピクニック弁当とかになると思いますんで、まあ、お弁当は全くなくなるわけではございませんが、こういったね、同じようなお弁当をずらっと並べるっていうのは、あと5回でございます。いやー、もう朝ゆっくり寝れる。もう朝ゆっくり寝れるっていうね、もう願った世界がもう少し、まあ、収入は減るけど、よしよしよう。はい。生きていければ大丈夫だ。というわけで、ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。またね、バイバイ。